菅官房長官は緊急事態宣言について、東京都や大阪府などを含む特定警戒都道府県をめぐり、期限の31日よりも前に解除する可能性があると明らかにしました。可能であると判断をすれば、それが特定警戒都道府県であるかどうかにかかわらず、期間満了を待つことなく解除することも可能である。政府は今日から今月末まで全国で延長する緊急事態宣言について14日と21日をめどに専門家会議を開いた上で、地域によっては月末を待たずに解除する方針を示しています。菅長官は感染者の数が多いことなどから特定警戒地域に指定されている13都道府県についても専門家の意見を踏まえた上で解除可能と判断できれば月末を待たずに解除する方針であることを明らかにしました。